イエーイ、こんばんは。今日遅め。めっちゃ眠すぎてやばいんですよ。ちょっと眠そうな顔してない？まあ、いつも眠そうな顔って言われるけど、めっちゃ眠い。今日はスピコ久しぶりに。最近メイクしてたけど、配信するとき久しぶりに見に来たらパッツンに まあ確かにな、長かったからね。ちょっと夜寝れなくならない？最近もパッて寝ます。まあ昨日も寝るの遅かったんですけど。やっぱ眠すぎて、眠そうな顔じゃない顔にで頑張ろう イエーイ、今日はちょっとだけだよとか言って、昨日はめっちゃ1時間2時間近くしましたけどね、配信。早く企画やりたいですね、続き。ゆっくり明日とかならできるかな。この前のイベント期間のまだ終わってない企画。今日こことここにニキビができました。なんか出来かけみたいな。やだ、睡眠不足です。ね、そう、似顔絵とか、似顔絵ですね。メンバー紹介とかも途中までしかやってないんですよ。新しいブログ買ってないです。確かに確かに、買いに行きたいな。じゃあそのあれが終わった、その似顔絵とかが終わったらしましょう。やりたいな、早く。次はこの前の1週間ぐらいかけてじっくり作ったけど、次は1日くらいで作り上げたい。やばい 眠すぎてやばい どうしよう、助けてください。ああ、でも配信終わった後は眠くなくなるんですよ。配信して喋ってたら目が覚める。特徴捉えてうまいですか？一日は厳しそう。厳しいかな。いけると思うけど、まあ2日か3日くらいかけて。まあ、確かにケーキも1段目で相当時間かかったからね。言いたいですね、また。みんななんか目が覚めるような話はありません？ みんな今日何してました？今日もいい一日。木曜日じゃない？明日も金曜日じゃん。そうね、ケーキ成長できた。セ リングバッサリ髪切ってた。何か載せてた？なんか切るって言ってた気がする。いや、切るって言ってた。もう人の切ってるの見ると私も切りたくなっちゃうから。結局私、その美術さんの撮影が終わるまでは伸ばそうと決めました。から美術さんの撮影が終わってからまた悩むわ。めっちゃもう自分の気持ち的には切りたい気持ちしかないんですけど、もう飽きちゃったか。
あ、ショールームで。なるほどね。このくらいに切りたい。どのくらい切ったんだろう。え、本当はもうこのくらい切りたいけど、切るとしたらこのくらい。10月になったらこのくらいになってるかもしれないです。ね、毎日切りたいって言ってるね。え、本当にそれくらい切りたくて、毎日鏡の前でこっちとこっちとみたいな何回もこうやって確認してます。本当に毎日鏡で何十分もでも本当にそれくらい長時間毎日のように鏡の前でこうやって見てますよ。いや、やっぱ衝動の方が良くないかみたいな、まあ思うんですけども、いろいろありますからね、悩みますね。うん、自分の気持ち的には聞きたいんですけど、とりあえずまだ切らない。来月、切るとしても来月くらいかな、ね、切りたい時に切っとかないと。毎日この話してますやん、私髪切りたい話。いや、絶対私切ったら、あ、絶対これだわってなると思うんですよね。もうね、絶対切った方がいいと思うんですよ。もう自分の中で結構きつい固まってきるっていうか、もうね、このくらい絶対いいと思うっていう、なんか謎の自信があって、絶対切った方がいいと思うよって、なんか私自身も言ってます。だから、本当にこれもう本当に話したらもっと聞きたくなっちゃう。とりあえずビスさんの撮影終わってまだ切りたい気持ちが残ってたら切ります、多分。もう本当に飽きてきちゃったからね。まあ分かんないです、すぐ、あ、やっぱロングでいいやってなっちゃうし。銀髪したいです、ね、撮影終わったらもう切るのいいかってなりそう。そう、私はマジであり得るからね、撮影終わった頃にはあ、もういいわってなってそうだから。これから寒くなるから逆にいいんですよ、短いの。冬しか逆に、夏は暑いからできないからね、短いの。あのボブくらいならね、ショートとかならいいかもしれないけど。でも染めるのは、まあ染めたいけど、前ほど気持ちはなくなった。成人式があるからずっと悩んでたんだけど、よく考えたら全然いけるやんってなって、あ、ビスさんね、2分の1ページのビスさんの紙面で私の髪切る様子。いや、面白すぎる。26日の配信ライブの髪型決めてないです。そう、本当に悩んでて、何がいいと思いますか。一回どれくらいまで切りたいのかして、んこのくらい、顎ラインです、これくらいに切りたい。なんかそう、髪型めっちゃ悩んでて私。でも、あ、マジで暑すぎて、あのポニーテールしかできないんですけど最近。
本当にポニーテールしかできないんですよ、暑すぎて。でも最近髪をちょっと軽くしたじゃないですか、だからちょっといけるかなと思って、ポニーテール以外でも。だからいけ悩んでる。もっと聞いても、いや本当はもうここぐらいまでちゃんとショートにしたいんですけど、ここまで逆にさすがに切ると成人式の時は伸ばしておきたいんで、ロングがいいので、まあ、できるだけ伸ばしたいのでっていうとこでここまでにしたんですよ。本当はねこのくらいにしたいんだけど、ねえ何がいいですか、髪型何がいいかな。ツインテール、え、なんかツインテール逆にさこの前くらいの長さだったらさいいんだけど、この微妙な長さのポニー、あ、ツインテールね似合わないんですよね私。なんかさ本当に私アレンジがさなんか決まりすぎてますやん、なんかいつも同じような髪型ばっかしてないから、もっと可愛いアレンジしたいんですけど、何かいいのないかな。あ、お団子ね、できるかな長さ。すごい髪の毛の長さがバラバラだからね、お団子とかめっちゃ迷惑かける、あのメイクさんに超髪の毛落ちてきちゃうから。ライブのカレンちゃんイコールポニテでしょ。成人式までは1年、あのそう再来年の1月だからねあるんですけど、前撮りがもう1年後なんですよ。9月くらいにやる、8月か9月くらい来年の、だから割と早いんですよ。三つ編みね、確か三つ編みライブでやんないな。悩む髪型、ちょっと軽くなったからおろしでもいけそうだけど、ハーフアップとか、ハーフアップはまあよくやるか。そう前撮り早いですやっぱ眠そうな顔してるめっちゃ今日、自分でもわかる。いやこんだけ悩んどいてさライブ当日ポニーテールだったらごめんなさいありえるありえる、ポニーテールかもしれない。でもせっかくならなんかしたいなと思うんですけど、でも絶対暑い、もう絶対暑い。ショートにしたら成人式の時、成人式の時までには9ヶ月、あと1年ありますでしょ、ありますでしょ。私9ヶ月で今ほらこの前めっちゃ長かったでしょ、その9ヶ月この辺肩ぐらいからこの間ぐらいの長さまで9ヶ月で伸ばしたんですよ。マジすごい、あだからいけるなと思ってショートにしたいなと思って、うん、なんかなんて言ってるか分かんないえ眠いです、眠いです、なんかいつも全然眠くないのに眠そうな顔してるってよく言われるんですけどなんかはい今日は本当に眠いです普段は全然眠くないのに眠いのってよく言われちゃう、眠そうな顔らしい、今日は本気で眠い。うん、サイリーの見たい、切るっていうのは知ってたけどバッサリいく、でもなんかさ意外とさ G メイトショートっていうか短い人多いなってね。いいよね、でも
あ、どっちもどっちか。早く前髪伸びてほしいですよ。切りすぎたな、完璧。今日は何時に起きたかな。まあ張り早起きでした。いや昨日寝るのも遅かったし。ね、サイレン26日一緒ですよ。楽しみ。26日のイベント、緊張、いやまだ緊張しないかな、不安です。ちょっと好きなのに、好きになるメンバーはなぜか髪長いそこには関係ないんだね。ねえ早く寝るって、え、言ってましたよね、私昨日絶対言ってたよね。めっちゃ寝るの遅かったです。もう3時過ぎてたもん寝る。あ、そう、明日アンロケ、そうそうそう、そうだそうだそうだ、そうだった、ありがとう教えてくれて、絶対言わなきゃと思ってた。アンロケですよ皆さん、噂根も葉も。まあね、早く寝るって毎日言ってます、毎日言ってます、口癖。嘘つきみたい。全然早く寝ないから。早く寝ます。え、めっちゃ眠そうですよね。やっぱり良くない、本当に。そんなことないですよ。ちょっともうちょっと顔近すぎるわ、今日スピコだから。今何時？もう10、え、もう10時、10時早いね。やっぱ目つき絶対悪いわ10時、50分だね。皆さん明日アンロケ見てください。イエーイ。あ、そういえば今日この前、ちょっとめっちゃ遅いんですけど、超遅すぎなんですけど、あのビスさんのイベント、ショールームのイベントのユーザーさんの貢献ランキング、イベント貢献ランキングをただ紙に書いただけですけど、そう書くって言ってたのをやっと書いたので、今日、え、ただ私が手書きで書いただけなんですけど、ただ書いただけ、あとで撮ってツイートしときます。じゃーん、ただみんなの名前を書いただけ。トップ100の皆さん、え、マジ遅すぎ、本当お待たせしました、遅すぎ、忘れてたやろみんな、今頃って感じよね。え、めっちゃ、え、まあ大変だったけど楽しかったです。私文字書くの好きなんですよね。
そう、文字書くの好きなんですよ。だからめっちゃ楽しかった、みんなのお名前、ああこの方だ、あこの方だって感じがして、うん、楽しかったです。本当にみんなありがとう。ただ書いただけなんだけど、名前を書いただけ。じゃんじゃんじゃん、ぎゅうぎゅう。私バランスさちょっと悪すぎてさ、これ1枚目でしょ、2枚目でしょ、3枚目ちょんここちょっとだけ、はい、あとで載せておきます。そう、本当にみんなにみんなありがとうって思いを込めながら書かせていただきました。そうね、そう目立つね。私こういうの好きなんですよね、ひたすらなんか紙に文字書くの。そういうお仕事したいな、なんかどういうこと、永遠文字書いてるみたいな。なんか漢字の練習とかさ、英単語の練習とか超楽しかったです、ひたすら書くやつ。めっちゃ書いたよ、ありがとうみんな。本当にみんなの名前が分かりました。おー、この方来てくれた、この方来てくれたって毎日見てたからね、みんなのくれるコメントとか、タワーありがとうございますって呼んでたりとか漢字ドリル私大好きでした。夏休みの宿題も漢字ドリルかな、やって好きすぎて、で算数の宿題を残す算数嫌いだったから漢字ばっかりやってました。早っ、最近買ったリップつけてるんだけど、なんか分かりにくいね。めっちゃいい色なんですけど、こうやって画面で見るとめっちゃ分かりにくい。配信の時はもっとはっきりしてる。目が開いてきた？あ、目が覚めてきたかもしれないこのタイミングで、このタイミングでリップは、これはね、なんか紫みたいなあの難しいんですよ、紫です。いや紫じゃないんだけど、すごい不思議な色です。いや紫じゃないか、くすみくすんだ赤みたいなくすみカラーです。でもこうやって見ると分かりにくい。また寝るの遅く、それな、いやそれはない、多分ね大丈夫です大丈夫です。今日は本気で眠い、多分すぐ寝れる。いや、くすみカラーって言いますやん、くすみカラーくすみカラーみたいな
いやなんか悪く聞こえるね、くすんでますみたいな言ったら、終わったらすぐ寝ようかな、もう今日は寝ちゃおうかなみたいな気分です。いつも言ってるけどねこれ。映画見に行きたくて私今急に急に話したんですけど、10月てか見たい映画いっぱいある、映画見に行きたいなって思います。うん、遊びに行きたいです。遊園地行きたい、遊園地の話してたからさ昨日、遊園地めっちゃ行きたくなってしまった。なんか海も行きたいし、もう行きたいとこばっかり、やっぱみんなそうだよね。旅行行きたいな。めっちゃ話飛びすぎて。梨狩り？梨って秋ですよね。え梨なんかもう最近梨見すぎていろんなところで梨メンバーがもうめっちゃ梨持ってますやん、いつもよく梨メンバーと梨を最近よく見るでしょ。それでめっちゃ梨食べたくなっちゃいます。梨食べたい。石川県に待ってる人いるから、ね、それな。ほんとね、え石川マジで行きたすぎて行っちゃおうかな。ほんと石川行きたい、今すぐ行きたいです。こんなん行きたいなーって言って何年も経ってますから、本気で実現させたい。ね、梨食べたい。梨好きです、すごいフルーツの中でもすごく好き。何方梨ぶどうきのこ、食欲の秋ですね。秋っていつまでなの、早く冬になってほしい。でも秋が過ごしやすいか、まだ暑かったけどね今日、今日マジ暑かった。10月になったら涼しくなるかな。あのでも11月になったらもう寒いですよね。あのさちょっとの期間のさ暑すぎず寒すぎずみたいな、ちょっと風が吹いてて過ごしやすい時期めっちゃ好きです。まあ、みんなあそこの時期が一番好きだよね。ラフランス食べたことないです。いや秋ってすぐだよね、秋は10月後半まで。そうだね、一瞬だもんね秋なんて、一瞬で過ぎ去る、すぐ冬。まあ冬も楽しみです、早く冬になってほしい。冬が好きですわ。あのおばあちゃん家に行ってこたつでみかんを食べる冬を早く迎えたいです。
去年の冬はどんな冬だったかな。私、あ、年越しの瞬間はね、お家で一人でジャンプしました。なんか、あ、そば食べてたんですよ。年越しそばを両親と私で、あの妹と弟は爆睡してたんで、私と親と3人で食べてたんですよ。そばそれで私一人で年越しの瞬間ジャンプした。リンゴ狩り、フルーツ狩りにさ、あんま行ったことがないですから行ってみたい。ぶどう狩りとか何でもいいからフルーツを狩りに行きたいです。そう、一人でジャンプした。いいね、冬クリスマスも楽しみですね。てかさ、私去年の冬はまだ高校生だったっけ。だよね。なんかさ、あれほら、年越し配信みたいなしてる人いません？ショールームで。おばちゃんち行くと美味しいもの、そう、美味しいものが次々出てくる出てくる。いっぱい美味しいものを作ってくるから、ね、去年、いや1年前高校生だったんだなって感じです。なんか信じられない、もう高校卒業してさ3年くらい経ってる気分です。すごい、なぜか。ちょっと前まではさ、まだ全然高校生の気分っていうか言ってたけどさ、なんか今は逆にもう3年くらい経ってる感じする。ね、1月に入ってすぐにテスト勉強あるとか言ってた。ああ、なんかって気がする。そうだよね、テストの時期だよね。ね、年越し配信。寝そうだけど、それはないか。懐かしいな、高校生戻りたい。どうかな、五分五分半々。もう一回中学生くらいに戻りたいです。ねえ、お雑煮は長崎式なの。お雑煮ってなんか、あ、でも違うよね、地域によって。普通のお雑煮です。普通の、戻りたいけど勉強はしたくないです。確かに勉強、そうね。制服がこす、いや本当にね、もう制服が許されない年なのかって。まあ、まだ私はアイドルなんで、制服を衣装という特別なあれで着れますから。
お雑煮。お雑煮って何が入ってます？餅と白菜と何が入ってるか。お雑煮なんて食べないよなあんまり。白菜と餅しか思い浮かばないんだけど何も入ってないやんね。それくらいです。白菜入れないぞ。待って、白菜入ってないかな。お雑煮ってなんだ。椎茸、あだよね。鶏肉、鶏肉あるき、あったかな。ある気もするし、あれない気もするし、かん、あ、餅が丸いかどうかっていうことです。丸ですね。丸、丸じゃない普通。そう、丸。あ、里芋、里芋入ってる。あ、大根入ってるわ。大根、里芋、白菜、人参？え、人参ないか。うわ、食べたくなってくるね。ほうれん草？いや、ほうれん草なかった。割と違うね。あ、や、あ、焼いた餅、焼き餅焼いてないですよ。最後に餅食べる時に餅ポンって入れて食べる。味噌です。ん、味噌普通に味噌。食べたくなるね。私はあれが一番好きです。数の子お雑煮じゃないけど、おせちで数の子が一番好きです。ちっちゃい頃なんか数の子を食べたことがなくて、その周りの人たちにこれ食べてみらんねみたいな、ばあちゃんとかにすごい勧められて、なんか最初さ、見た目めっちゃビビったんですよ。なんでこりゃみたいな、超ビビってたんですけど、食べたらめっちゃ美味しくって感動してました。でもさ、数の子ってほんと食べる機会ないですよね。ほんとおせちの時くらいしか食べないから。美味しいよね。一昨年は福月、は去年は佐月、確かに1月だったもんね。数の子美味しいよね。あー、お豆美味しいですよ。何の卵か知ってる？わかんない。なんかそれ知ったら、そっか、確かに卵だね。なんか卵っていう考えというか、数の子もだい子じゃん。もうやだ、なんかリアル感があるんだけど。本当だね、子だね、子じゃん。もうまんまじゃん。もうそうやって意識しちゃいそう、これから食べるときに。あ、確かに明太子、そうだね。もう明太子もさ、明太子という食べ物って感じなんですよ。じゃないんだって。これはあの魚の卵やって思いながら食べなくないですか。粒粒を一粒一粒をさ意識しながら、卵って感じがない。うん、イクラはね、なんかいけるよね。なんかさ、いや好きなんですけど、それ卵って意識するとゾクってしちゃいます。そ
それこそ焼肉のタンとかめっちゃ大好物だったんですよ。でも本当肉の知識全くなさすぎて、タンがどこの場所かっていうのを聞いてからちょっと食べる時に忘れてればいいんですけど、たまに思い出してしまうんですよ。それでおーってなることがあります。そう、本当に意識するのよくない？私は一度意識したらおーってなっちゃうね。めっちゃ繊細すぎ、どういうこと？マジで繊細すぎやろ。めんどくさって思いますけど自分でも。切る前のやつ見たら絶対見たくない、もう食べれなくなっちゃうわ。なんかそのうちさ、手羽先とかも無理なりそう。危ういですもん私今。何も意識せずにただお肉を出して食べればいいんですけど、ちょっとでも意識し始めるとどんどんその思考になってって、あ、これはあの肉のあの動物のあそこの あの部分でみたいな意識しゃべしめるとね、想像力高すぎマジで。やだ、だから想像しないのが一番ですよ。ね、そのうち何も食べれなくなりそう。超めんどくさいやつやん私。いや、わかる。苦手な、苦手多いですよ私。植物、植物って何？葉っぱとか。植物は考え方理解できるでしょ。超考えすぎだけどね。もつ鍋大好き。もつ鍋しか勝たん。え、もつ鍋めっちゃ食べたくなっちゃった。美味しいよね。みんなもつ鍋食べようね。もう福岡に来たらもつ鍋絶対食べてください。もつ鍋は食べてかねないとダメですよ皆さん。美味しいよね。あ、スーパーの魚屋さんとか全然いけます、いけますけど、ずっと眺めとくと無理です。魚とかその辺にポイって置いてあるじゃないですか、そのまんま。あれとか全然大丈夫なんですよ。だけど一時見とくとうーってなっちゃうみたいな。ちらっとならその辺にちょっとあるくらいならいいんですよ。だけどね、触ってくださいとかやったらもう多分無理ですけど、絶対無理だけど。もつ鍋は何味がおすすめです？何味でも何味でも全部の味食べてください。明太、なんか明太のやつとか食べてみたい。家で、ああ食べますよ。牛だけ食べ多いんでね。
10時過ぎてるね。ありゃ、え、はい、終わりましょう。アサリの貝とかさ、あーでも貝系とかはいけるんですよ。あのさ、サザエとかさ、こうやってほじくって食べてましたもん。あのなんだっけ、このちっちゃい貝とか、なんだっけあれ、何個も何個も食べてました。あのおばあちゃん家にいっぱいあったんですよ。あと取りに行ったりとか、おばあちゃんと貝を取りに行って食べてました。こうやってこうやってもう虫になって永遠食べてました。しじみ美味しいよ。しじみ全然いけますよ。アサリしじみ、いやしじみじゃない、こんななんかアサザイのちっちゃい版みたいな、あれなんだっけな、いつも名前が出てしじみはこういうやつじゃん。サザエのなんかちっちゃい場合みたいな貝、こうビッて刺してシュルシュルっと取って食べるやつ。なんだろう。でも絶対方言で呼んでる。トコブシっていうのかな、その絶対方言で言ってるわ、ばあちゃんちのあれとかずっと食べてました。貝はね、いける。貝でも貝苦手な人多いですよ。鶏の味噌汁とかめっちゃ好き。アサリのバター焼きとか、バター焼きとか好き、めっちゃ美味しい。お腹空いちゃう、食べ物の話してると終わります。皆さんもういい加減終わります時間過ぎてる。めっちゃついついさ、配信始めちゃうと予定してたより長くしちゃいます。盛り上がって話が、布団に入ってから寝るのに、うん、どのくらいまた話が伸びる私はでも今まで、私基本もう何時間もかかっちゃうタイプなんですよ、長い時だと。でも最近は、あ、平均的に言ったら30分前後とかかな。でも最近はもう眠すぎて、はぁ、あ、またみたいなくらい早いですそう、みんなもう終わります、終わります、もう話し続けないようにしましょう。はい、終わります。はい、ランキング読みます。13位ひでとさん、ありがとうございます。12位わさっぴさん、ありがとうございます。11位とりおえじさん、ありがとうございます。10位ももじさん、ありがとうございます。9位ひがさん、ありがとうございます。8位ぬしーさん、ありがとうございます。7位ももかんさん、ありがとうございます。6位まさやさん、ありがとうございます。5位あきふみさん、ありがとうございます。4位森さん、ありがとうございます。3位晴れさん、ありがとうございます。2位久保哲さん、ありがとうございます。1位はやちゃんさん、ありがとうございます本当にすいません、ありがとうございます。長い間ありがとう。早く寝ます。みんなも早く寝てね。それじゃあおやすみなさい。またね、明日も頑張りましょう。おやすみなさい。バイバーイ。